改めまして、左サイドから日本バレーアモーレ橋本です。さあ今日はですね、メンバーも連れてきてますよ。集まれー。さあ来ましたね、自己紹介お願いします。どうも、香川真司です。香川真司、エースですよ。フランクフルトからグーテンモーゲン、長谷部誠です。ちょっと聞いたところによると、キャプテン、はいはい、なんか来年お店出すんだね。ご存知で、スナックバー、スナックバー、まあまあまあ、じゃあ飲み屋、スナックバー、はっきりじゃない、夜は飲み屋で、はい、ちょっと今もな、別口ね、別口その別口ってなんすか。別口はね、カレー屋です。あ、カレー屋もやるってこと。で、あとはサルくん、はい、まさか日本代表が、まあ、エースでしたけども、はい、最近クラブはどうなの。発熱が1回あって。発熱、はい、だったんですけど、で、試合休んで最近復帰したばっかなんですけど、まだ全然結果は出せてない状態です。あ、なるほどね。ただ香川選手の、いたら、戦い方、はい、活躍方によっては、はい、浅野君に職に仕事が影響するとかね。そうです。題して、キャプテンと浅野くんを救済しよう。ただ真司選手、はい、世界的にもやっぱ有名ですし、まあ、そうですね、ワールドカップでも大活躍ということで、はい、世界的に通用するモノマネをしているんです。ただそうですね、それと同じ世界的な特技を持ちましょう。あ、おー、世界的な特技ということで、題して浅野くんギネスにチャレンジ。オリジナルのギネスを作ろうと思いまして、はい、で、浅野くんの中で その鉄板ネタっていうのは、はい、香川選手の PK、はい、をアジアカップで外しちゃったっていうのが、はい、まあ、あのネタで使われてますけども、はい、そのちょっと動作を1分間に何回できるか。1分間に何回できるか。さあ、それでは行きましょう、はい、ギネスにチャレンジ、PK 香川選手外す選手権、よーい、スタート。さあ、1回間のですね、はい、雑になってたな。大丈夫キャプテン。だんだんちょっと下がって、だんだん下がってよ。ちゃんと再現してね。ゴー。うわ、きつい。これきつい。いいよ。さあ、今30秒です。キャプテン、ちゃんとジャッジしてね。今これ。おー、いいですよ。下がってこない、下がってこない。後半明らかに遅くなってきたな。下げてる。おー、いいですよ。動作は大丈夫。動作は大丈夫。動作は大丈夫。めっちゃいいね。頑張ってる。今ちょっとなかなかみたいになったね。終了。結果10回でございます。キャプテンの PK 外した回数は12回です。ギネス更新。いや、どういうことよ。どういうことよ。